お二人の姿が見えましたら大きな拍手でお迎えください。さあこれよりお二人のご入場でございます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。伊藤和樹さんよりウェルカムスピーチでございます。それではお願いいたします。皆様、本日は、私たち2人のために遠方よりはるばるお越しいただきまして誠にありがとうございます。今私たちは、広島に住んでおりますが、出会ったのがここ静岡の地で、思い出の場所として静岡で死去を開ける運びになりました。今この会場には2億4000万とまではいかないですが、240の瞳が輝いております。わかりにくいぞ。お仲間内とはいえ、久しぶりにお会いする方々もいらっしゃるかと思います。限られた時間ではございますが、しっかりと昔話に花を咲かせていただき、ぜひ楽しんでいただければと思います。今日は本当にありがとうございます。それでは開演します。どうもありがとうございました。そして今日は来れなかったけれども、今まで2人を支えてきてくれた数多くの方々、すべての方のご多幸を祈念しまして乾杯いたしますので、大きな声でご唱和ください。乾杯。乾杯。おめでとうございます。ご飯から来てくれましたちょっとおじさんと、東急観光、夢だった旅行会社に入りました。で、その中で出会った同期の皆さん、そして、大学時代の同じ学科の、お二人も座っていただいてます。一番遠いところで鹿児島から今日駆けつけてくれています。わざわざありがとうございます。はい、ではですね、こちらの、紹介挨拶を、次期社長の今泉君にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今ご紹介いただきました東急観光チェーンの今の東武トップツアーズといいますけれども、今泉と申します。和樹君、本当におめでとうございます。和樹の出会いは2004年に初めて会ったんですけども、本当に負けず嫌いな性格で、私も最大のライバルと思って今までやっております。今でも旅行会社で頑張っておりますけれども、一つ言いたいのはですね、これから結婚して、子供を生まれると思うんですけども、感謝の気持ちを常に言葉に出していただいてですね、常にお互いにありがとうという言葉をですね、出していただければと思います。本当に誠におめでとうございます。ありがとうございました。旅行なんかありましたね、このテーブルにお立ち寄りください、ね、よろしくお願いします。はい、マリオさん、お願いします。今泉さん、ありがとうございます。素晴らしいお言葉ありがとうございたします。じゃあ、次行こう。マリオさんも答えていると思いますけれども、今日は僕たち兄弟のヒーローズというライブに来ていただいて本当にありがとうございます。今日は僕の姉の光と和樹さんの結婚式でした。失礼しました。光、和樹さん、ご結婚おめでとうございます。今日は僕たち兄弟で一つになって曲をプレゼントしたいと思います。
曲は一番下の弟のセイエリアが作ったんですけれども、少しあのエリアの方から曲の紹介がありますのでお願いします。はい、続いてサザンの長岡セイエリアです。この曲は、あの曲名は紫外線未来のためにという曲名です。この曲を作るにあたって、光に、何度か連絡を取って、2人はどういう出会いだったのか、ここまでどういう過程を経てこういうふうに導入したのかということを聞きながら、まあ、それを自分も学ぶことで、光の人生の人生とかしながら、そしてこの曲を作って、まあ、その光と和樹さんの出会いを出るんですね、ここまで一度離れないといけない、この街の家
Thank you.
も歌声聞こえてきましたよね。そして手拍子も盛り上げていただきました。光の皆さんの歌声演奏に合わせて皆様と一緒にオーシャンゼリゼを披露していただきました。皆様どうもありがとうございました。フランス語の歌、皆さんもよく耳にする歌だと思うので、よかったら、サビの部分とか一緒に歌ってもらえたらいいなと思います。もちろんモロッコ単位にフランス語を分かる人は一緒にぜひ大きい声で歌ってください。ギターの音どうですか？